はい、皆さんこんにちは、ニプランツです。今回はですね、アガベ千の歌のブラック&ブルーについて深掘りしていこうかなと思います。あまりある特定のアガベにフォーカスを当てて喋ることって僕そんなないんですけど、まあ、前回の千の歌の動画は結構皆さんの反応が良くてですね、でまあこういう解説動画っていうのもまあ面白そうだなというふうに思いましたので、まあ、今回は千の歌の中でも、まあ、特に昔から愛され続けているブラック&ブルーにフォーカスを当ててみようと思います。で、序章としてまあブラック&ブルーの概要、そして項目としては4つを設けておりまして、1つ目にケリー・グリフィンという人物について、2つ目にブラック&ブルーのルーツについて、3つ目にブルーボールという名前について、そして4つ目にブラック&ブルーの特徴や育成について話していこうかなと思います。それでは行ってみましょう。ブラック&ブルー、その美しい美貌は昨今のチタノタブームの先駆けとなった気高い人気のアガベ。現在はチタノタ一つとってもネームド株が名を連ね、チタノタの品種のみで多種多様な分野になりつつあります。ですがとりわけブラック&ブルーだけは一定の知名度と人気度を持ち合わせているのも現状。近年ブラック&ブルーも非常に手に入りやすくなったことで、良系なアガベは敷居が高く手に入りづらいという概念を取っ払ってくれたとも感じています。青く美しい灰色と黒い巨種とのコントラスト、ワイドな葉からくる丸いフォルム、近年まではなかなか仕立てることができなかったいわゆる良系と言われた姿であり、チタノタの中でも特にまとまりやすい品種ということから、たくさんのユーザーに愛されています。そんなブラック&ブルー、誕生はアメリカメキシコ州に位置するテピティゾンガと呼ばれる地域付近。そこでとある人物が種を採取した未生選抜から物語は始まるのです。その人物の名はケリー・グリフィン。まずはこのケリー・グリフィンについて詳しく見ていきましょう。彼は多肉植物の交配と養殖、そして熱心な植物探検家でもありました。植物との出会いがきっかけで植物探検に20カ国を回ったとされており、マダガスカルには5回、南アフリカにも5回、メキシコにはなんと25回以上訪れています。彼はとあるナーサリーで11年間勤務した後、ここ10年間は別所で多肉植物開発のマネージャーとして働いています。アロエ、アガベ、エケベリアなどなんと100種類以上の多肉植物の交配種を世に生み出しており、アガベに関してはブラック&ブルーをはじめ、ブルーグロー、スノーグロー、キュービック、ドラゴントゥースと名高い品種を含め、これらもほんのごく一部とのこと。また彼は1992年からサンディエゴサボテン多肉植物協会の会員となり、長年にわたり理事会にも所属、会長を4年間、副会長を2年間務めた後、現在はアメリカサボテン多肉植物協会の理事を務めています。前回の動画でお話ししたフェリペ・オテロ氏に並ぶ、いわばアガベ界の中心的人物といっても過言ではないでしょう。ケリー氏はこの種を採取した後、カリフォルニア州ランチョ・サンタフェに位置するランチョ・ソリタッド・ナーセリーに種もしくは苗を導入しました。ここランチョ・ソリタッド・ナーセリーには25エーカーという広大な土地で生産を行っており、取り扱う植物は世界中多種多様なものばかりです。25エーカー、聞き慣れない言葉ですが、坪数で約3万600坪、なんと東京ドーム45個分の広さを誇る土地となります。またこのナーセリーは社内に組織培養研究所が建設された最初のナーセリーであり、私たちが入手している基本的な苗の起源ともなっている、いわば多肉植物の聖地ともいえる場所です。新しい品種の苗や交配種などの大半がこのランチョ・ソリタッド・ナーサリーで数を増やされ、そしてこれらはまた世界最大の組織培養生産者ランチョ・ティッシュ・テクノロジーから販売されていくのでした。そういったルートをたどり、
世界各国のナーサリーを経由した後日本にやってくるということなんですね。このような世紀のルートをたどれるわけ、それはケリー氏がランチョティッシュテクノロジーでは中心的人物として立場を持ち合わせているということもありました。その背景には世界各国を探検し、さまざまな植物と出会ってきた経験と知識、またサンディエゴ、アメリカ各教会のトップであったこと、さらには多肉植物の交配養殖の実績があったからであると考えられます。世界にはまだまだ私のアガベに対する概念を覆してくれるような人物がたくさんいそうです。ブルーボールという呼び名、ここからは私の主観や推測も交えてブラック&ブルーの呼び名について考察していきます。約7年前、2017年頃まではブラック&ブルーがブルーボールと呼ばれていたと私は記憶しています。その後今年に至るまでの間、ブラック&ブルーも徐々に日本へ輸入されるようになり、国内でもたくさん増やされていったことで、自然とブルーボールという呼び名がブラック&ブルーと変わっていったように感じました。ただここで言うブルーボール、これはケリー氏の採取したブラック&ブルーの呼び名を変えただけの同一種なのか、はたまた似ているというだけで全くの別物なのか、現状私の見解は定かではありません。仮に私が言った2017年頃から初めてブラック&ブルーという呼び名が定着してきたのだとすれば、それ以前には存在していなかった可能性が高いため、別物という可能性が高くなります。またブルーボールという名でケリー氏以外の誰かが先に日本に伝えていた可能性もゼロではありません。このような考察が上がれば上がるほど、たとえ生息地が同じであったとしても、正真正銘これはケリー・グリフィンが採取した選抜苗だというルーツを踏んでいるか否かで、ブランド価値が変わってきてしまうのも現状なのです。昨今ネームド株の増加により、名前について本物か否かが求められる中、ブラック&ブルー、かっこケリー・グリフィンセレクションといった内容で販売される業者も少なくありません。ブランド価値を高めるための商法という面もありますが、同時にブルーボールとの関係性も含めて販売されている業者も少なくないと私は感じています。外見は鮮やかな青が特徴的であり、挙手は黒くシンプルな三角形になっています。この黒い挙手も時間の経過とともに白く変貌を遂げることから、他のブルー系シタノタと同様の品種ということが見受けられます。丹波で幅広く、若干葉は薄めですが、その分上に立ち上がることで丸くコンパクトに育ちやすい傾向にあります。この丸いフォルムと黒い挙手が一般的なシタノタブルーとの決定的な違いと考えられています。ワイドな葉の縁に連なる三角形の挙手、これはまるでサッカーボールを連想させるような見た目です。また歯の表面に残るシンバの挙手の跡、マーキングと呼ばれており、とりわけつきやすいのも特徴の一つです。ランチョティッシュテクノロジーではこのブラック&ブルーを以下のように説明しています。ランチョティッシュテクノロジー専用に作られた新たなチタノタの品種、歯の模様と色味は丈夫でありながら美しく、また氷点下にも耐え、地植えにも鉢植えにも最適とのこと。またケリー氏本人は適度な水と太陽の光に加え、排水性の高い用土で管理するのが望ましいと推奨しております。はい、ということでですね、今回ブラック&ブルーのその生みの親ケリー・グリフィンについて深掘りをしていったわけなんですけども、やはりですね、海外の情報っていろんな角度で調べていくと、日本の中ではなかなか知り得なかった情報っていうのが多々あるなということに気づかされるかなと思います。で、僕らはまだ日本の中でしかアガベを楽しめていないことに気づかされますし、もっと視野を広げてですね、ブラック&ブルー一つとっても、その今回の大元がどこにあるのかっていうのを知れただけでも、これからの関わり方っていうのがまた変わってきそうな、そんな気がしました。ということで今回はこの辺りで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。